宣言通りってわけだ。サクリアの精霊は聖獣の宇宙の人類を葬るつもりだ。衝突まで最短で1時間。一体サクリアの精霊ってのは何なんだ。私たち守護星と同じくサクリアを司る力を持った精霊です。我ら守護星と同じ。はい、ここ神庁の宇宙では守護星が9つのサクリアを司っています。しかし聖獣の宇宙では守護星が生まれるより前にサクリアを司る力を得た者が現れたのです。サクリアの精霊は後から生まれた人類が自然を汚しサクリアを司ろうとしていることを憎んでいるのです。それで聖獣の女王陛下のことも憎むのか。僕はサクリアの精霊の気持ちも分かるような気がしていたのに。でもだからって人類を滅ぼそうだなんて。聖獣の宇宙の人々はエンジュがその命を懸けて誕生させた人たちです。僕は守りたい。クラビス様。よもやここへ戻るとはな。お前はもう失ったものを取り戻すことはできぬと思っていた。失ったものもあったかもしれません。でもそれより得たものの方が大きいんです。私は使命をやり遂げようと思います。覚悟はいいのか。皆がお前に力を貸すだろう。私もお前に力を貸そう。ただいま戻りました。エンジュ。ごめんなさい、ご心配をおかけしました。伝説のエトワールのご帰還か。それと負けん気の強い小僧もな。チェ、まだ小僧かよ。小僧でいいじゃないですか。今のゼフェルのことを私はとても頼もしいと思いますよ。よいか。これから聖獣の宇宙は最も厳しい局面を迎えようとしている。だからこそここに集う我ら9人の力で伝説のエトワールを支えるのだ。9人？俺も入ってるのか？感じるぞ、そなたの鋼の力が前にも増して満ちていること。女王陛下。あなたが戻ってくれたことを心から嬉しく思います。あ
ありがとう。はい。聖獣の宇宙には今、終末の危機が迫っています。あなたがいてくれることがどれだけ救いとなり、希望の光となることでしょう。女王陛下。自分に何ができるか不安なのですね。あなたはまだ知らないのです。一人の人間の思いが、どれほどの力を持つのか。あなたの思いはとても深く、強く育とうとしています。互いを思い、支え合う心、そして愛があなたの中で大きくなってきたからなのです。その思いが宇宙を包むとき、計り知れないことが起こるでしょう。女王陛下。大丈夫。あなたはあなたのまま、心の思うままに任せなさい。聖獣の宇宙へ行くのです。ここからはあなた一人でサクリアの精霊に立ち向かわなければなりません。それが遥かな太古より定められた伝説のエトワールの役目。聖獣の女王はあなたに未来を託しているのです。私たちはただここで見守ることしかできないのです。けれど忘れないで、私とロザリアとここにいる9人の守護聖はいつもあなたの心の中に共にいることを。はい。これをあなたに授けます。私たちがあなたと共にあるという印を。万物をあまねく照らす誇り高き光のサクリアよ、そのきらめきを力に変え集うがよい。安らぎの深き淵へ誘う闇のサクリアよ、この腕より満ち溢れよ。人々に勇気を運ぶ汚れなき風のサクリアよ、俺の息吹となり届け。優しき水のサクリアよ、豊かに湧き入れよ。何者にも負けぬ強さを与える揺るぎなき炎のサクリア、その熱きエネルギーを今。生きるのすべてに恵みをもたらす豊かな緑のサクリアよ、僕の心から目覚めて。人間たちに器用さを与える強靭な鋼のサクリアよ、俺の中から現れて飛べ。人々に愛を与えるもの、それは美しき夢のサクリア。さあ今きらめくがいい。古の知恵を秘めた大地のサクリアよ、我が魂よりいでよ。予測時間まであと25分。ここからはたった一人。怖い。それでも私に何ができるかなんてもう考えない。全ては心の思うままに。
精霊がどうした？飛ぼうとしている。聖獣の聖地へ。そんな、聖地へ入れるはずがないわ。発展を遂げた聖獣の宇宙で新たな力を得たのです。大いなる力、聖地にも入れるほどの力を。そんな精霊にエンジは一人で立ち向かうのか。俺たちが一緒に行けたら、なぜエンジ一人で行かなきゃなんねんだ。エンジは決して一人ではありません。ここにいる私たちの思いがエンジと共にあります。その力を信じるのです。あなたたちが授けたサクリアの力が計り知れない恵みとなってエンジを守ることを信じるのです。エンジは私たちと共に立ち向かうのです。サクリアの精霊と話をする。説得してみせる。きっと。やはり来たか。はい、使命をやり遂げるつもりです。私にできること全部を。今はそのことしか考えていません。いい度胸だ。それでこそ伝説のエトワールだ。俺も一仕事しにここへ来た。サクリアの精霊、とうとう女王を狙いに来やがったな。女王に代わって聖獣の宇宙を支配するつもりか。忘れるな、その前に俺がいる。アリオス、下がっていろエトワール。こいつは俺が。アリオス、行き止まり。伝説のエトワールとやら、お前に尋ねたい。人類は生きるに値するか。私は人間を、一生懸命生きようとする人々を愛しています。私は人間のことを信じます。悠久の時、さまざまな宇宙で人類は生まれ、そして何度も滅びてきた。私利私欲を貪り、破壊し、憎しみ合い、自然の、他者の命を蹂躙して生きる性を持つ人間。そのように自らを滅ぼしてきたのだ。繰り返す、何度でも。もう繰り返さない。人間は破壊を忘れる時が来ます。素晴らしい女王陛下がいらっしゃる聖獣の宇宙はきっと平和に満ちた世界になります。人間は差がを離れることはできない。人間は自らを滅ぼす宿命を背負っているのだ。要はその宿命に手を貸すだけ。必要のない生物は消えるがいい。けれど忘れないで、私とロザリアとここにいる9人の守護聖はいつもあなたの心の中に共にいることを。
守護聖も、皆様が、女王陛下が。エンツ、あなたに私の力を託します。9つの大いなるサクリアを滑る力を。何が起こったのですか？消えました、サクリアの精霊の気配が。聖獣の女王も消えた。聖獣の女王陛下が？一体何が？まさかこんなことが。エイジは、エンジはどうなっちまったんだ？次元回廊が断たれました。それではこの神庁の宇宙から聖獣の宇宙へ行く手立てがなくなったということです。お嬢ちゃんは向こうの世界にたった一人残されたということか？
エンジュ、新しい世界で未来へ向かって歩き出すのね。忘れないで、私たちはいつもあなたと共にいるわ。そしてあなたは伝説になる。